千日手、千日手とは、将棋において、駒の配置と手伝いが全く同じ状態が一局中に何回か現れること。本項目では、将棋と同類のボードゲームにおける千日手に相当する規定についても述べる。将棋においては、駒の配置、両対局者の持ち駒の種類や、数、手番が全く同じ状態が一局中に四回、現れると千日手となる。 千日手となった場合は、その勝負をなかったことにする。公式戦では三十分の休憩後、先手と後手を入れ替えて、最初から差し直しとなる。差し直し前の両対局者の各残り時間がそのまま持ち時間となり、片方、または両方の対局者の持ち時間が六十分に満たない、合わせは持ち時間が少ない方の持ち時間が六十分になるように、 両対局者に同じ持ち時間を加える。持ち時間が60分以下の棋戦ではその棋戦の実行規定に委ねられ、初めの持ち時間を超えて加算することはない。再度、千日手になった場合も同様の処理をする。千日手局はタイトル戦を除いて、通常一局とは数えない。二日制の番勝負では別途規定があり、名人戦の場合、1日目の15時前に、 千日手が成立したら、成立1時間後から差し直しとなる。15時を回って、千日手が成立したら、その時点で1日目終了となり、封じ手時刻、18時30分までの時間を、接半した時間、最大105分を、両者の消費時間に加算し、残った持ち時間で2日目の対局を1日制で行う。図の左側の盤面で、 先手が後手玉に迫るには七一銀と打って、詰めろをかける。後手は、詰みから逃れるためには七三銀だとするしかない。その後八二銀なり同銀と進むと、最初と全く同じ状態になる。この状態を繰り返すと千日手となる。同一局面は四回現れなくても、両対局者の合意があれば、千日手が成立する。第五十九期名人戦、丸山忠久。 谷川孝二第3局、2001年5月8日では、これによる千日手が成立した。一方で千日手に気づかずに終局した場合は、投了が優先されるため、遡って千日手とはならない。2006年7月2日に行われた、丸山忠久、深浦孝一戦、JT 将棋日本シリーズでは、同一局面が4回出現したが、対局者を含め関係者が気づかず、 そのまま差し次ぎ、千日手とならなかった、丸山が打開し、深浦が勝利。千日手の手順において連続王手、一人の手順がすべて王手であるの場合は王手を仕掛けている側が、千日手の成立条件を満たした際に、反則負けとなる。例えば右側の盤面でも、二二竜二四玉、三三竜一三玉と進むと、元の局面に戻るが、 この場合は連続大手の千日手に当たるため、反則行為を避けるには先手が着手を変えなければ、ならない。しかし七一銀七三銀だ八二銀なり、同銀の手順は大手を含むが常に、大手ではないため反則行為とはならない。1999年6月3日の泉正樹、川上武史戦、早雑将棋選手権で、泉が連続大手の千日手で反則負けとなった、事例がある。 両者が連続大手、連続逆大手で、千日手となった場合のルールは、明確に定義されていないが、公式戦では、前例が存在せず、現在のところ特に問題視されていない。両者連続大手の千日手は、手順、局面としてはおそらく存在しないだろうと見られており、一応証明も試みられてはいるが、完全な証明は未だなされていない。千日手の概念は、 江戸時代から存在していたが、終盤で駒を打ち合い、取り合う状況でしか発生しないものと考えられていた。そのため、ルールとしては、千日手となった時には攻め方が手を変え、どちらが攻め方か不明の時は仕掛けた側から手を変える、という曖昧な規定に留まっていた。ところが百二十七年の対局で、序盤の駒組みの段階で同じ手を繰り返す局面が発生し、 対局を中断して連盟に採決を委ねることとなった。これが局面に関わらず同一手順三回という千日手の規定を明確にした短所となったと考えられている。なお戦前、特に攻め方あるいは仕掛けた側から手を変えなければならないルールだった時代の書籍では千手、百日手などの名称も用いられていた。以前は同一局面に戻る。 同一手順を連続三回というルールであったが、同一局面に戻る手順が複数ある場合、このルールでは無限に差し手を続けることが可能であるため、1八十三年五月に現在の同一局面、同一手番が四回に改定された。改定のきっかけになったのは1八十三年三月八日の米長国を谷川工事戦、名人戦挑戦者決定リーグ、 現在の順位戦 A 級であり、この対局では60手以上1 0 0日手模様が続き、同一局面が9回出現している、谷川が打開し、米長が勝利。武者の勝みがルール改正を提案し、可決された。同一局面4回であれば、同一手順を3回繰り返した時と同じである、ことから4回に制定された。将棋の定石には、両方が、 最善の手を指し続けた場合、千日手にならざるを得ない定石が複数ある。例を挙げれば、矢倉戦法における、先手後手同形の総矢倉の形では、仕掛けた方が負けるため、千日手を選択せざるを得ない。米長国王など、この形でも、千日手を打開し、自分が有利な方向に持っていこうとする手を考える、騎士もいる。また、 伊藤家が暗室した風車戦法では、ひたすら守るばかりで自分からは攻めず、千日手でも構わないという発想が存在している。千日手差し直しの場合は、先手と後手が入れ替わるため、若干有利である、先手番を得るために、後手側が千日手にならざるを得ないような定石に誘導することがあるのである。千日手に持ち込むことが可能そうな局面ができた場合、 千日手によらなければ、劣勢となるならば、意図的に千日手に持ち込んで引き分けとし、自局に期待することを考えることとなる。他方、千日手に持ち込まなくとも優勢である場合、千日手にして、引き分けにするのは損であるため、他の手順で勝つことを模索するのが通例となる。また、千日手にできる局面は、手数だけが伸びて局面には影響を及ぼさないため、 4回に届かない間は、持ち時間に追われる対局者の時間つなぎとして用いることも可能である。チェスでは、1000日手は、3ーホールドレペティション、または、単に、レペティションと呼ばれている。相手の手で同一局面が3回生じたとき、または、自分の次の手で同一局面が3回生じるときに、引き分けとなる。ただし自動的に引き分けになるのではなく、 自分の手伝いの時に指摘しなければならない。公式戦では審判員、アービターに申し立てる必要がある。連続チェックの戦日では特にパーペチュアルチェックと呼ばれている。終盤戦で不利な側がパーペチュアルチェックで強制的に引き分けに持ち込むのはジスの基本戦術の一つである。一般的にパーペチュアルチェックは 数のようなクイーンエンディングで登場することが多い。上ズ A で黒のキングが逃げられるマスは A7 だけである。しかし次に白が QC7、上ズ、B とするとまた黒キングは A8 に戻らなければならない。この動き、ズエーズ B ズエーズ B は白が手を変えない限り永遠に終わらない。動きを2回繰り返し、ズ A が3度生じた時点で黒が指摘すれば、または 白が自分の哲いに QC8 とさせば、2A が3度生じることを指摘すれば、ゲームは3ホールのレピティションとなり、引き分けとなる。将棋系のゲームではないが、以後でも参考や調整などによって、同一局面が反復されることがあり、日本棋院の公式ルールでは対局者同士の合意によって引き分けとする。同じことを繰り返し、いつまでも終わることない攻防を、 千日手のようにと比喩表現で使用されることがある。イタチごっこ、メビウスのは、サイの河原。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。